なあ、シリなら少しくらい待っていられるさ。よくないわ。それに非常識でしょ。会いたかったんだ、とても。私もよ。でも時間ならこれからたくさんある。シリの訓練が終わったら戻ってきて。その間に化粧を済ますから。俺の知る限り、愛し合う前に化粧を気にする女は君くらいだな。そんなに抱いたわけ？だとしても考えるのはいつも君のことだけだ。やっぱりな、リラとスグリか。ゲラルト、私の香水に触らないで。ジュースが少なくなってるぞ。そうなの。訓練が終わったら新しいのを持ってきてよ。金ばかりだな。金は私の肌の色に合わないの。覚えといて。いつ見ても美しい景色だ。年寄りウィッチャーはまだ寝てるか。シリはまたどこかへ行ったな。あの子は理論より実践が好きなようだな。なんだ。起きてくれ、先生。自分の講義が退屈すぎて眠ってしまったのか。いや、グールとアルグールを映させていたんだが、ちょっと目を休めたくなってな。あの分厚い本をか。逃げ出したのも無理はない。ブルッゲのジョンは文才こそないが内容は信頼できる。最近のくだらん本とは大違いだ。フリコトと組み合ってるのか。何度言えばわかるんだ。訓練は一人でするな。間違いが癖になると言ってるのに。あの子を下の中庭に連れてこい。訓練が好きならお望み通りやってやろう。怒らないでやってくれ。どうしてだ。あの跳ねっ返りは少しも言うことを聞かない。そこが気に入ってるんだろう。確かにわしも少しは悪かった。だがそれもここまでだ。怪物退治は軽い気持ちでやれる仕事じゃない。シリが我々の仲間になるならそれを学んでもらう。下で待ってるぞ。ダメだ。確かに練習不足だな。打ち込め。サーカスじゃないんだぞ。違う、足を使え。もういい、降りてくれ。宙返りで？当然だ。さあ、目隠しを取れ。まだ修行が足りないな。反応が遅すぎる。ウィッチャーの基準ならね。今のお前はドラウナーやストリガにも負ける。変異したところで大差はない。ストリガよりベセミルのことを心配した方がいい。彼の教えに背くのは愚かなことだぞ。わかるけど、あの本死ぬほど退屈なんだもん。そうだな。でもそれが言い訳にならないのもわかるだろう。ああ、ごめんなさい。もう二度としない。謝るだけじゃダメだ。グールとアルグールを全部読め。付属書も含めて全部だぞ。やだ、馬小屋の掃除の方がいい。ダメだ。行くぞ。下でみんなと一緒に訓練するんだ。壁を走ったりする？今日はなしだ。それよりもベセミルを待たせない方が身のためだぞ。さて、何か言うことはあるか？ごめんなさい、ベセミルおじさん。若者が体を動かしたがるのは仕方ない。だが怪物と戦うなら銀の剣と同じぐらい知識は重要な武器となる。最低でもグールとアルグールの区別ぐらいは。ゼリカニアに生息するヒョウに似た斑紋によって判別する。また僧帽の病的な白さによっても区別できる。ちゃんと勉強してたのか。だがな、それでもきちんと。ベセミルおじさん眠ってたじゃない。言い訳すればいいというものじゃない。いつも言ってるでしょ、ウィッチャーには相手を欺く技も必要だって。そうだがベセミルの前で披露するなよ。火に油を注ぐことになるぞ。よし、おしゃべりは終わりだ。ゲラルトはわしと、ランバートはエースケルト、シリは人形とだ。また文句を言うな。剣を取れ。どうする？基本の復習からやるか、それとも自由にやらせてみるか。最初から自由に訓練させよう。基本ばかり繰り返しても意味がない。おお、実にいい剣さばきだぞ。シリ、降りてくるんだ。まるで小悪魔だな。戻ったらケイアモルヘン銃の剣を磨かせるとしようか。兜はあったか？シリ、一本残らず剣を集めてきてやるからな。